おはようございます、よろすこです。四国一周2日目ですね。はい、頑張っていこうと思います。まあね、道路近いんで車の音がねよく聞こえてあんまり寝れなかったですね。はい普通に仮眠取ってたような感じだったんで、まああんま寝てないですけど、まあできるだけねゆっくり走って行こうかなという感じです。それではね、昨日行けなかった足摺岬の方にね向かっていきます。いや朝日眩しい昨日と違ってね、昨日の夕暮れ、夕日か、あの辺と違ってよく見えるんでね、まあいいですけど、うわ眩しいな。まあ昨日見れなかったね海がまあ一応見えるんでね、そういう意味ではねやっぱ日が照ってる方がねいいなっていう、そんな感じですね。選挙もうちょっとで足摺岬ですね。はい、来ましたね、この森って感じの道が。はい、もうちょっとです。ただ車がねちょくちょく通ってるんで、駐車場空いてるかな、ちょっと心配ですね。まあ空いてなかったら素通りなんですけど。あー、なんでこんなにいっぱいいるんだろうか。とりあえず、よいしょ、ここで写真だけ撮って次行きましょう。さあ写真も撮り終わったんで室戸岬の方にね向かいましょうか。なんでね、今日はひらめっせ室戸で昼飯にしようかなといった感じに思います。そろそろ見えてくると思うんで、あ、これかな。おお、これいいのかな。飯食いに行こうと思ったらね満員でした。それにね、ここを駐車するんじゃなくて向こうにもあるんですけど、あっちに駐車するべきでしたね。はい、なんかいろいろとミスってるんで残念だったんですけど、まあいっか、別のところで飯食いましょうか。まあしばらく走ってたらね他のところもあると思うんで、そっちで食べましょう。
こっちの建物がレストランなのでね、こっちの方に止めるべきでしたね。本当ミスったなっていう感じです。ではとりあえずね、室戸岬の方に行きましょうか。なんだってこっち入りたかったのにな。どう行こうかな。かなり無理やりですけど、まあなんとか入れましたね。とりあえずこれで室戸岬も終了という感じですね。なんかスタンプラリーになってるような。ていうかもうスタンプラリーですね。はい、そんな感じですけど、まあ、最後の鴨田岬もね、ちゃちゃっと終わらせてしまいましょうか。ん？あ、なんかやってますね、ここ。日替わりランチでも食おうかな、ドライブイン。ここで昼飯食ったんですけどね、なんか初めての味っていう感じでしたね。なんか味噌汁とかにもね、柚子かな、なんか柑橘系のものが入ってるんでね、酸っぱい味噌汁っていうのを初めて食べましたね。いやー、ほんとね、初めてっていう感じだったんでちょっとびっくりしたんですけど、まあ味が濃かったんでね、私の好みではなかったですが、まあ合う人には合うんじゃないかなっていう。まあね、日替わりランチを頼んだんですけど面白かったですね。てかあんな使い方ありなんですね。もう味がもうちょっと薄かったらね、ちょうどいい感じだったんですけどね、まあ個人的には。別にまずいっていうわけじゃないないんで。いやー、面白い体験ができたなーっていう。はい。いや本当に、まあ日替わりランチね、刺身定食みたいな感じだったんですけど、刺身はね、まあいまいち分からなかったんですが、まあ、肉厚の刺身がね出てきたんで、まあ1000円だったらちょっと高い気はするんですけど、まああんなもんかなっていう、まあそんな感じでしたね。しかしふわっとね、柑橘系の匂いがする味噌汁ですからね、ほんと初めて食べたんでね、びっくりしたんで。こういう味付けもありなんだっていうのをね、なんか発見できたような、そんな昼飯でしたね。いやほんとに、まあ、とりあえずね、もう昼飯は食えたんで、あとはね、鴨田岬行って家に帰るだけですね。まあ、本当はね、道の駅の群れだったかな、源平の里群れっていう道の駅に、まあ、行こうと思ったんですけど、まあ、いっか、もう、家で行っかっていう、ちょっとね、やる気なくなったんで、てか、疲れがね、まあ、溜まってるんで。まあ自分家に帰るので終わりにしようかなっていう。なので鴨田岬のあたりで、まあ、動画としては終わりになるかなと思いますが、まあもう少しねお付き合いいただければと思います。それではね、鴨田岬の方に向かっていきます。
少しで鴨田岬ですね。これで最後だ。さあ鴨田岬到着と。一泊二日でよくやったな。四国四隊よくやったな。やることも終わったんでね、家の方に帰りましょうか。なんとか家までね帰ってきました。これで四国の四端とあと室戸岬ですね、まあ、四国一周が終わったと。はい、まあ一泊二日でやるもんじゃないですねっていう話なんですけど、まあ終わりました。走った距離としては 964.3 キロかな、まあ、バイクのトリップメーターで測ったんで、まあ多分合ってると思うんですけど、まあ960キロか、1000キロはいかなかったんですね。逆にびっくりですけど、まあ海岸線沿いじゃなくて、まあ途中ねぶった切って通ってるところとかもあるんで、まあその辺はまあ仕方ないのかな。海岸線沿い行ったらまあちゃんと1000キロ超えると思うんですけど、まあぶった切りまくったんでね、まあめんどくさいですからね海岸線沿いは。なんでまあしゃあないかなっていう感じです。まあ初日からね、まあ寝るところかな、うん、あの辺もまあグダグダでね、まあ急に疲れがやってきたからって速攻でテント張って寝たりしたんでね、まあ体力配分はグダグダだったような気はするんですけど、まあなんとかね転ぶこともなく無事に帰ってこれたんでよかったかなという感じです。まあ普通は3日ぐらいでねやるような工程なんですけどね、1日300キロぐらいがまあ安定して走れると思うんで、そのぐらいが安定するかと思うんですけどね、まあ1日500キロぐらいかな。初日は500キロだったんでね、まあ2日ともで500キロぐらいか、なのでまあ結構無理してるような感じなんでね、もう疲れてますし、この後ね本当だったらね片付けとかしないといけないんですけど、まあ疲れてるんで明日にしましょうかね。やっぱ3連休いいっすね。こうやって疲れてもねあとは明日やろうっていうんでできますから、まあ話すのはこの辺で、まあ私はとっととね寝ようと思います。それではおやすみ。